映画、リビングの松永さんの公開に向けて、俳優の向井浩二が、キスシーンについて、率直な感想を語った。この作品は、観客に深い感動と共感を与えることで、社会的な問題にも触れる心に響くストーリーである。向井浩二は、彼のキャラクターが抱える葛藤と、愛情表現のシーンについて、熱く語り、役作りの過程で得た洞察についても触れた。 リビングの松永さんは、都会の喧騒から逃れ、自然豊かな地方で新たな人生をスタートさせる、主人公、松永さんの物語だ。向井康二が演じる役は、松永さんの新しい人生に影響を与える、重要な役どころである。彼のキャラクターは、松永さんの心を解放し、新たな可能性を示す存在として描かれている。向井康二は、 キャラクターの心情や人間関係を深く理解し、役作りに情熱を注いだ。特に、共演者とのキスシーンは彼にとって重要な挑戦だった。彼はそのシーンに臨む前に、キャラクターの心情や物語の流れを徹底的に分析し、自分自身を役に完全に没入させることを心がけた。キスシーンの撮影中、向井孝二は役柄に完全になりきり、 共演者との間に信頼と共感を築いた。彼はキャラクターが抱える複雑な感情を表現するために繊細な演技を繰り広げた。その結果、キスシーンは単なる肉体的な行為ではなく、キャラクター同士の深い絆と情熱を観客に伝えるものとなった。向井孝二はキスシーンを演じる中で愛情表現の重要性や人間関係の複雑さについて、 深く考えさせられたと述べた。彼は役作りの過程で愛情や絆が持つ力について新たな理解を深めたと語った。また、共演者やスタッフとの協力の中でより豊かな演技を実現することができたことに感謝の意を表した。リビングの松永さんは観客に感動と共感を与えるだけでなく愛情や人間関係の複雑さについて考えさせる。 重要な作品である。向井浩二のキスシーンに対する熱い思いは、作品の魅力をさらに引き立て、観客に深い感動を与えることだろう。4月18日の富士家、プレゼンツスノーマンの元のマンマは、スノーマンの目黒連と向井浩二がパーソナリティを担当した。ドラマ、リビングの松永さん最終話の向井のキスシーンについてのメールが届き、 向井と目黒がそのシーンについての裏話を語った。向井、不思議な感じしましたよね。こんな芝居をする日が来たかとから。目黒連まず、改めてお疲れ様でした。向井浩二、ありがとうございます。終わりましたからね。寂しいですよ。目黒連どうでした向井浩二、見ました僕の最終話。目黒連見ましたよ。 もうびっくりしたね。向井浩二、僕も12話のあの、キスシーンは匂わせなかったんですよ。向井浩二、最終回もああいう形になって、浩二の気持ち的には、演じてみてどうだったのタレントの向井浩二が、最近のインタビューで、彼が新たな挑戦に臨む感情について語った。彼は、こう語った。なんか不思議な感じしましたよね。 こんな芝居をする日が来たかと。でも、緊張してたんやけど、いざカメラが回るとできちゃうんだよね。なんか、けんちゃん、鈴木健太郎としてさ。この言葉には、向井康二の役者としての成長と、新しい役柄への挑戦に対する彼の深い感情が反映されている。向井康二はこれまで多くのドラマや映画で活躍してきたが、最近では特に役柄の幅を広げている。 彼の演技は常に観客を魅了し、彼が新たな役に挑戦するたびに期待が高まる。今回の役も例外ではない。彼は役作りに向けて精力的に準備し、その成果をカメラの前で見事に発揮している。向井康二が緊張してたんやけど、いざカメラが回るとできちゃうと述べるように、彼の自信と実力は驚くべきものだ。彼の演技は、 緊張や不安を感じさせないほど自然であり、彼の才能の深さを示している。彼は役に完全に没頭し、その役を生きるように演じることで、観客に強烈な印象を残す。また、向井浩二は共演者である鈴木健太郎との関係についても触れている。なんか、健ちゃんとしてさという言葉からは、彼らの間に芝居以上の絆があることが伝わってくる。 お互いを尊重し支え合う関係が作品全体に良い影響を与えていることは間違いない。向井康二の新たな挑戦は彼のキャリアにおける新たなマイルストーンとなるだろう。彼の演技の幅と深さはますます広がり観客を魅了し続けることだろう。彼の言葉からは彼の役者としての情熱と向上心が感じられ。 今後の彼の活躍に、ますます期待が高まる。目黒レン、なるほど。一回目のキスシーンあったじゃないですか。向井康二、一回目。水族館ね。目黒レン、その時のエピソードとしては、スノーマンのグループみんなで集まる現場があって、康二は、多分現場でお芝居を毎回撮ってるんだよね。向井康二、撮ってもらってる。目黒レンさんは、 彼女の演技に真剣に取り組む姿勢で知られています。彼女は最近、撮影現場での新しいアプローチについて明かしました。それは、VE ベースと呼ばれるシステムを活用することです。このシステムは、マネージャーさんによって操作され、撮影現場での様々な側面を捉えます。目黒連さんは、マネージャーさんに、ベースの画面を撮ってもらって、後で、いろいろチェックして、 反省点だったり次は、こうしようみたいなことをやってるから、そのキスシーンの映像もあって。で、その映像を、ふっかさんとかに見せてるのを見ちゃって、笑いと述べています。このシステムのおかげで、彼女は演技の改善点を見つけることができ、次回の撮影に活かすことができるようです。彼女の熱意と、専門知識は、彼女がどれだけ役割に真剣に取り組んでいるかを、 示しています。メグロレンさんの姿勢は業界内で称賛されています。彼女は常に自己の成長に努め、他の俳優やスタッフとの連携を大切にしています。そのため、彼女の演技は常に新鮮で魅力的であり、視聴者に深い感動を与えています。今後もメグロレンさんの活躍から目が離せません。彼女のような情熱的な俳優が、 日本のエンターテイメント業界に新たな息吹をもたらしてくれることを期待しています。向井、違うよ。目黒蓮、なんか、いやその俺は、見せる前の話を知らないから、そこだけ見て、なんか嫌だ、って思ったんだけど、笑い。向井孝二、違うのよ。メメは、その一部分の一ピースしか見てないからあれやけど、ふっかさんが見せてくれと。 メグロレン、キスシーンの映像をメンバーに見せてるのなんかやべえなと思ったのよ俺は。向井浩二、でも、やっぱメンバーには見てほしいからさ俺。メグロレン、でもなんかそんなこともありましたよね。向井浩二、あったあった。一回たったのよ。いやいや、本番見てよって。でも、もう見たい。本番も見るから、免疫つけさせてくれって。メグロレン、いやいや、 ファンやん。なんだよ、免疫って。向井浩二、見せたら、おお、みたいな。でも、ラウールもめっちゃ言ってくるのよ。孝二くん見してよ。って、ラウールには見せてない。刺激強いから、ラウールはテレビで見ていただいて。メグロレン、面白いな。向井浩二、というふうに思いましたけど、見せるのも緊張しますよ。